どうも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 。はい、こんばんは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 。あ、どうもどうも。早い。あ、たくさんありがとうございます、皆さん。そう、本当はですね、ガイスゲームだ。どうもどうも、こんばんは。こんばんは、こんばんは、こんばんは。どうもどうもどうも。はい、皆さん、こんばんは、こんばんは。あ、ありがとうございます。本日はですね、ちょっとですね、ファンクラブの配信をしていたんですが、ちょっとそっちの接続がなぜか不安定でして、あ、どうもお久しぶりです。急遽ね、インスタライブの方に移動してきましたけれども 綺麗に映ってる なんかすごいね、不安定だったんですよ。なんかあっちが、ハイスクール歌劇団の DVD 見ててくれてありがとうございます。懐かしい 綺麗で感動っつって、袴仲間からね、来てくださった方もありがとうございます。よかったらね、ファンクラブ始めましたので、かまながま、ぜひチェックしてみてください。どうもどうもどうも、ケンケンです。ありがとうございます。ヒロアカ、ありがとうございます。そうなんですよ、今日ですね、ヒロアカ、そう、第6期紹介で私エッジショットという役で出演しておりますので、声ですか？まあ、もう大人になったのでこういう声にはなってきたんですが、あ、初めてのごめんね、またちゃんとやりますので ガサガサからツルピカに、あ、シシドさんの誕生日祝わせてもらいました。ごめんね、釜中も入ってはずだので、すいません。いや、多分、ちょっとよそ行きなんですよ。インスタライブとかすることないんで。はい。そうなんですよ。だからよそ行きだと僕こういう声になるんですよね。完全に。完全にこういう声になるんですよ。これもうこっちでやった方がいいんかな、みんなも。釜仲間のみんなも。どっちなんだろう。あ、森道チケットありがとうございます。あ、初見さんいらっしゃい。ね、ちょっと今日はあっちがあまりにもね、ファンクラブの宣伝してください。あ、ですね、ただいま、鎌狩健太ファンクラブ、公式ファンクラブ、かま仲間という、ファンクラブをやっておりますので、そこでしか、多分もうちょっと、全然予想行きじゃないんで、アホな俺が見れると思います。はい。そう、配信結構やるんで、はい、昔と比べたら痩せたかもしれないです。ありがとうございます、かま仲間、楽しい、かま仲間皆さん。インスタやってな、どっちもやってあげてほしい。OK。じゃあ、11時過ぎぐらいに、かま仲間の方に移動しましょうか。ってことやね。そういうことやね。ジョン君です。なるほど。そっか。まあまあ、とりあえず。
ごめんね、ちょっとこっちいじるけど、大役の印象、とっても最近成長してますよ。僕が言うのも失礼ですけど、うん。ちょっと待ってね。こんな無言のインスタライブあんのかな。いいですよ、うん、そう、僕初め一人でインスタライブってしたことあんのかな、俺あるっけ、全然覚えてないな、一人ってあるっけ、ね、いつかね、なんか、まあ、さくらんぼかどうかわかんないけど、なんかツアーとかやりたいなと思ってますよ。ケンケン何歳？今38歳。初、俺今日初かも。こんばんは。初だ、初だ、まさかの初だ、初です。じゃあ残しましょう、アーカイブね、これね。うん、そうなんですよ。ぜひぜひゴリゴリに、じゃあファンクラブの配信がダメになったから、あのこっちに今来たんで、ゴリゴリに今日はファンクラブの宣伝をね。カマ仲間ですよ皆さん、カマ仲間調べてくださいね。ちょうどストーリーに多分あのリンク貼ってると思うんでチェックしてくださいね、うん、ね、なんかツアーとかやりたいですよね。うん、嬉しい。さくらんぼ、あ、さくらんぼ来て、結構来てくれてる人が多いのが嬉しいです。うん、息子が銀元さん推し、嬉しいね。嬉しい、かま仲間の人がこうやっておすすめって言ってくれるのが嬉しいね。FC 宣伝部隊ありがとうございます。あ、さくらんぼ狩りありがとう、恥ずかしいよね。そう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 、そうツイートもね、どこの曲何聴いてくれてんやろ、嬉しいね。ぼちゃんもう19歳になりました。あ、そうなんです、今日ね、ヒロアカ、僕のヒロアカデミアの方でね、今日第6期のアニメが始まりまして、めちゃくちゃかっこよかったな。もう全部痛まら、もうリアタイしたんですけど、で私エッジショットという役で、出演しておりますので、リアタイしましたよ。そう、僕ね口でさくらんぼの紐やるのよね、うーんっつって紐滑んのよ。そう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 、もらい泣き歌ったよね、何で歌ったっけ、もらい泣き歌ったよね。ビリヤードイベントもねやりたいんですよ本当に。いや、ビリヤードめっちゃ練習してるんですよ本当に。
TWICE 今さら皆さんがもうなんか3週ぐらいしてるところにちょっとあのいろいろ動画とか見ながらキュンってしてるっていう、うん、箱推しです。あーなスタライね、これスタライっていうのねすごいよね。ちょっとスタライってこの間いきなり流れてわからんかったよな、うん、めっちゃええやん。あ写真集のさ握手会ね、なんかそういうのまたできたらいいですよね。みんなでイベントねしたいんですよね。うんそうそう、そのためにぜひかまなかまに来てねね。ケンケンです。ピエン顔ね。のそのプランがそのより推してくれるガッツリストというプランの方とは、はい、私本人が返信いたしますので、バースデーイベね、バースデーイベね、バイベね、サービス精神、サービス、こちらは安心のサービスだけでやらせていただいております。しまった、これはアーカイブを残すことになっているのであまり調子に乗らない方がいい。花フック懐かしいっすね。本当に。ゲボカリですよ、ゲボカリ。かまなかま、ちょうど1ヶ月ぐらいか。はい。本当に。ね。ありがとうございます。入ってきていただいた方。相場、今日は赤なんですよ。いつも結構青が多かったんですけど、今日は赤にしました。いいね、宣伝部隊強いね、ありがとうございます。そうなんですよ、祝日初回とかもねまたしようかとかはやってるんで、まあ、の会費以上のものを提供させていただきます。はい、ありがとうございます。いやもうちょっと勘弁してくれ、お試しは勘弁してくれ、本当に。あかん、もうあそこだけの、それはもうやっぱ会員になってくれてる人にね、こうもうその人だけにしか見せない顔ありますから、はい、もうそれはもう特別ですから、はい。あ、いいですね。お値段以上かまかりっつってね。ちょっと陰踏んでますもんね。はい。お年でしょう。はい。お年んですよ、僕。ほらおいで、カバ仲間においでっつって、どうですか、調子が上がってきましたよっつって、上がってきましたよ、はい。すぐ調子乗っちゃうんだから、はい。ピエン顔ね、そう、今日はちょっと不安定なあれの中やりますよ、カバ仲間の中では、は
はい、ブリカリとピエンカリとやらせていただきますよ。はい、化けの皮、化けの皮っていうのやめていただけますか。化けの皮っていうのはやめていただき、非常にやめていただけますか。いや、よそ行きですよ。ほら、もうちゃんとトーンぶっと落として、うん、ずっと、そうなんですか、父さんのお誕生日が7日にやってまいります。ちなみにうちの母親の誕生日でもございますので、もうすぐですね、ちょうど1週間多分そうだよね。うん。この水ですか。あのよくあるここになんか焼酎とか日本酒とか入れるやつ。うん。評定メンバーと最近会ってないかな。うん。いれ。ありがとうございます。うちの娘の。娘さんのお誕生日おめでとうございます。娘ちゃんおめでとう。いや、そんな言ってもらえて、お母さん本当にね、うん、仲良しなんで、私はお母さんと今でもすんごい仲良しですから。関西弁全然、ずっと関西弁喋ってません？なんか関西弁ですよ、僕。先行販売をして、セーブ・ザ・ダディという、舞台が、アダルームさんの方でやる舞台で、私、大切な役やらせていただきますので、そちらの方と、もう一つはイマーシブシアターというジャンルのものがですね、エドワード8世からのラブレター、マルゲリッツ・アリベールは有罪か無罪かというので、ね、そちらの方がね、マーシャル・ホルト役やらせていただきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、あとあのミュージカル異国のモリアーティ・オーパス4も控えておりますので、そちらの方も楽しみにしててくださいませ。うん、なんかあのユニフォームとかみんなも、そうそうそう、ジョー太郎そう、まだね、そこまで吹けないんですよね。あ、そうだ、あと、あぶね、あぶね、あぶね、あとね、そうそう、キメルくんのね、あの CD の方も、カデンザ、ね、アルバムのカデンザの方にスペシャルコーラスでね、やりますので、あ、ぜひチェックしてみてください。ココアのメンバーは連絡は取りますよ。はい、ヒロアカありがとうございます。そう、キメルくんのね、10月に別に気をつけないんですけど、半身浴は結構する方ですね。うん、やっと化粧水とか乳液とかちょっとするようになったぐらい。特に、うん、
ゆうのすけの松島ゆうのすけのインタビューで、憧れの先輩ケンケンって書いてたの。ありがとうゆうのすけ。とってももう大好きなんですよ。ね、今なんかすごい順調にいろんなことやってきて、もういやー嬉しい、もう嬉しいんですよ、ゆうのすけが頑張ってるのが。そう、美容器使ってない、美顔器か、ね、そうなんです。細貝さんはね、最近も密に連絡取りましたし、翔吾くんとのエピ、翔吾さんは本当にあれですね、幽谷のモリアティとかでもずっとなんか歌を研究してやってんのが、たまにもう出た翔吾のこのタイムみたいな瞬間があるんですけど、なんかすんごいやっぱ研究しててんなと。みたいな、だからなんやろ、突っ張るとかを気にしてなかったよね多分。だからたまに連絡、みんなと電話を取りますよ。ラン&ガンなんか覚えてないわけないでしょ、うん、そう肌綺麗でムカついてきた。スクショはあれにしましょう。ファンクラブの方だけにしようかな。せっかくやってくれてるんで、今回はなしにしようかな。またどっかで作りますよ。営業ね、ありがとう。とっても T シャツの柄、何柄か分かりませんが、何柄これマジで。あと5分ぐらいですね。あ、ここのポストありがとう。ミキュージュンつったらなんかこのあれですね、これちょっとこっちに向けましょうか。ね、なんか空調に繋がってるやつ、スタジオなんでここ今。そう、すげえ、なんなん、めっちゃうちのファンの人たちめちゃくちゃええ人、めっちゃ宣伝してくれる、ラブやん。最近髪型ね、ちゃんと今日の画質悪いっていうのもね、髪の毛最近切ったんですよ。ちょっと長かったんですけど、さっぱりしたいなと思って一回、うん、で役的にもちょっとね、そのこの間のパパ目でちょっと長めが良かったんで伸ばしてたんですけど、うん。ね、会いたいですよね、本当会えるね機会をね、ぜひ、まあ、イベント舞台とかではね見てもらえたり、イベントとかで見てもらえるかも。自分のねなんかそういうのなんかしたいですね。さあジョン君はどうなんでしょうか。ありがとうございます、鎌仲間の不況ありがとうございます。育児頑張ってる、ああ頑張ってくださいね、本当に子は宝ですからね。私も人の父ですので本当に幸せですよ。ありがとうございますファンクラブ。すいません、もし気になったら、うん、来てください。はい、そうなんですね、そうなんです。終わる詐欺になっ
なっちゃうんですよね。もう終わられへんやみたいなね。ね、ぜひみんな今度カモ仲間ポーズ、考えましょう。ビリヤードしてるとこね、ビリヤードイベントもどっかでしたいですね、本当に。うん、はい、そうです。まだまだ1ヶ月のひよこちゃんなんですよ。和樹さんとは会ってないですけど、和樹さんの今日のツイッターの今日かな昨日かな、なんか自撮りが、あ、加藤さんイケメンって思いましたね。思ったとこです。加藤さんイケメンって会いたいなって思ってました。はい、そう、変わってない方だと思います。笑顔が今も昔も今もありがとうございますさあ、ということでですね、ビリヤード公式会ね、まあなんか世の中、まあなんかタイミングですよね。まあでもできそうだったら、はい、リュウとはたまに連絡取ります。ありがとうございます。さあ、ということでですね、こちらの方では終わりです。もしもしちょっとアーカイブ、これ慣れてないからアーカイブとか残してなかったらごめんね。うん、最後の宣伝頑張って、はい、ということで、鎌倉健太ファンクラブ鎌仲間の方に今から移動しますね。多分ストーリーとかツイッターのヘッダーとかの、ヘッダーじゃない、ツイッターのあの固定されてるやつにリンクとか貼ってますので、久しぶりにできたファンクラブですので、もしよかったら鎌仲間、今日ちょっとね、なぜか、通信悪いんですが、そしてちょっとインスタライブの方に切り替えたんですが、またちょっと待ってくださってる人もいるので、そちらの方に戻りたいなと思います。ではまた皆さん、たまにこっちもやれたらやります。さよなら、おやすみ。